こんにちは、たまいもんです。今日も告知対策をしていきましょう。今日は絶食する検査をお送りします。先に結論です。絶食する検査、まず12時間前からの絶食と数時間前からの絶食に分かれます。12時間前からの絶食はこちら、そして数時間前からの絶食はこちらです。ですが皆さん、もうお分かりですね。暗記しないでください。なるべく暗記に頼らない、それがたばいもん流の勉強法です。このチャンネルでは主に看護学生や看護師国家試験を受ける受験生のために役立つ情報を発信しています。動画がいいと思ったらチャンネル登録お願いします。そしてもっとたばいもん応援したんでって思ってくれる方いらっしゃいましたら、よければスーパーサンクスお願いします。よければで大丈夫です。それではまず上部消化管内視鏡検査から見ていきましょう。上部消化管内視鏡検査というのは、口や鼻から内視鏡を入れて食道、胃、十二指腸を観察する検査です。胃カメラ、つまり上部消化管内視鏡検査では左側外で受けてもらいます。ただ胃の中に食べ物があると観察しにくいです。ということで検査の12時間前から絶飲食します。ただし、この上部消化管内視鏡検査には問題があります。それは喉を通るとき痛いということです。なので咽頭麻酔薬の氷を口に含んでもらいます。そして溶かしてもらいます。間違っても飲み込んではいけません。口の奥で麻酔が効かなくなるからです。そしてこの検査はですね、検査後も麻酔で1時間ぐらいは麻痺しています。てことで誤嚥予防のために検査後1時間は飲食、うがいを禁止します。それでは続いての下部消化管内視鏡検査の前にですね、上部消化管内視鏡検査、こういった問題が多いです。まだ正解は発表しないですよ。告知パートで解いてみてください。僕がお伝えしたいのはですね、たとえ絶食の知識があってもこういった問題対応できひんや、じゃあ元も子もないですね。つまり絶食の知識だけでは正直検査の問題は不十分なんです。せっかくなので絶食以外の検査の大事なポイントもお伝えします。ということで上部消化管内視鏡検査の続きです。消化管が動いたら傷つく危険があります。ということで消化管運動を抑制するために抗コリン薬を投与します。はい、出てきました抗コリン薬。前から僕のチャンネル見てくださってる方はもう定番の薬ですね。国史で一番真っ先に理解しておきたい薬が抗コリン薬です。抗コリン薬というのは副交感神経の交感の伝達を遮断する薬です。そんな副交感神経の神経伝達物質はアセチルコリンです。そんなコリンに抗う抗コリン薬はアセチルコリンを抑制します。ということは相対的に交感神経を優位にするんです。交感神経が優位の時は消化管運動が抑制されています。皆さん緊張している時、お腹空いたってあんまりならないじゃないですか。これは消化管運動が抑制されているからなんです。そんな抗コリン薬の代表的な薬がアトロピンです。抗コリン薬の作用によって消化管運動が抑制されるわけですね。ということで上部消化管内視鏡検査の前に投与されることがあるんです。ただ先生によっては投与しない場合もあります。そして抗コリン薬の副作用を看護師が把握しとかないといけません。抗コリン薬の副作用というのは交感神経の反応やと思ってください。つまり交感神経で起こることが抗コリン薬の副作用です。具体的には便秘、尿閉、動悸、顔面紅潮です。これは暗記じゃなくて、交感神経が優位になった時どんなことが起きるんやっけで覚えときましょう。そして抗コリン薬の禁忌となる疾患があります。それが前立腺肥大症と閉塞隅角緑内障です。そしてそれはなぜか、ポイントは抗コリン薬が交感神経を優位にするということです。交感神経が優位になると、
排尿を抑制して蓄尿します。尿を溜めようとするんです。そして前立腺肥大症では尿道が閉塞するので排尿障害が起こります。排尿障害が起きている前立腺肥大症に抗コリン薬を投与するとより悪化してしまいますね。だから禁忌なんです。続いて緑内障です。これは視神経が圧迫されて視力低下を起こしている状態です。ではなぜ圧迫されるのか。それは目の中の圧、これを眼圧と言います。この眼圧が強くなるからです。そして抗コリン薬では酸動を起こします。つまり瞳孔が大きくなるんです。この酸動が起きるとなんやかんやあって眼圧が上昇します。細かいメカニズムは大変難しいので今回は割愛します。つまり抗コリン薬では酸動によって眼圧が上昇するんです。ってことは視神経が圧迫されてしまいますね。緑内障が悪化しちゃうんです。ということで閉塞隅角緑内障という緑内障では抗コリン薬は禁忌となります。ということで上部消化管内視鏡検査の前頭薬として抗コリン薬を活用するんですけども、禁忌として緑内障とか前立腺肥大症があるんです。なので実施の前には必ず確認しておきます。そして副作用も確認しておきます。実施した後に便秘とか尿閉などが起きてしまうかもしれません。それを事前に伝えておくんです。続いて下部消化管内視鏡検査です。大腸カメラとも呼ばれます。これは肛門から内視鏡を入れて盲腸あたりまでを観察する検査です。大腸がんとか潰瘍性大腸炎の発見に有用な検査です。ただですね、便があると観察できないですね。ということで検査前に便を出し切る必要があります。なるほど、だから検査12時間前から絶食なのかっていう話なんですね。ただですね、絶食なんですよ。上部消化管内視鏡検査では絶飲食やったんですけども、下部消化管の場合は絶食なんですね。飲むのは OK なんです。なぜなら飲んでもらうものがあるからですね。腸管洗浄薬2リットルを 2,3 時間で服用してもらうんです。腸管洗浄薬、名前の通り腸の中にある便をきれいに流してくれる薬です。これを 2,3 時間で服用します。検査の注意点としましては、まず腸の損傷によって下血の可能性があります。そしてもう一つ、腸に通っている迷走神経を刺激してしまう恐れがあります。迷走神経というのは脳、具体的には延髄から出ている末梢神経です。そんな脳神経の一つの迷走神経にはいろんな作用があります。運動神経の作用、感覚神経の作用、そして副交感神経の作用です。副交感神経は自律神経の一つです。交感神経は緊張モード、そして今回やっている副交感神経は休息モードです。そんな自律神経はですね、こういった作用があります。副交感神経では消化管運動は更新します。消化液分泌も更新します。排泄も更新します。では迷走神経はこの中でどれを担っているのか。消化管運動と消化液分泌を担っています。厳密には唾液分泌は担っていないんですけども、それ以外の胃液とか水液、腸液の分泌は担っています。続いて自律神経の作用、こういったところもあります。では迷走神経はこれらのうちどれを担っているか。ほとんどです。厳密には瞳孔収縮、唾液分泌、排泄以外はですね、ほとんど迷走神経が担っていると思ってください。その中で迷走神経の作用に血圧の低下があります。そして迷走神経は腸にも通っています。そんな迷走神経を刺激することで血圧が低下します。これを迷走神経反射と言います。そして下部消化管内視鏡検査では内部を観察しやすくするために腸の中にガスを送ります。それによって腸を膨らませます。
ただですね、これをすることによって腹部が張って打診で太鼓を叩くような音がします。これを誇張と言います。続いては上部消化管造影検査です。ただですね、内視鏡検査をしておけば上部消化管造影検査をやる意義はほぼないですと消化器内科の先生が言ってました。実際に最後に出たのも10年ぐらい前です。もしかしたら出る可能性もあるので一応やっておきましょう。上部消化管造影検査では造影剤を内服します。造影剤は今回の場合はバリウムです。そして発泡剤も一緒に内服します。というのもですね、発泡剤によって胃を膨らませることができるからです。膨らんだ状態の胃を撮影するので嗌気、つまりゲップを我慢してもらいます。検査が終わったらですね、バリウム排泄のために下剤を服用してもらいます。バリウムが便に混ざっているので便は白くなります。なのでそのことを患者に伝えておきましょう。胃の中を空にするので検査12時間前から絶飲食とします。続いては腹部超音波検査です。なんとこれは超音波を使う検査です。超音波を送った時の跳ね返った様子を画像にしています。そしてこの超音波、めっちゃひっくるめて言うと振動に当たります。まず超音波自体は人間が聞き取れない高さの音です。そして音は振動によって起こります。だから超音波も振動なんです。そして振動なので体にはほぼ無害です。そして今回は絶飲食の検査を紹介でしたね。ですが腹部超音波検査だけ絶飲食です。超音波検査すべてで絶飲食するわけではないんです。ということで主な超音波検査としてこういったものがあります。そのうち絶飲食が必要なのは腹部超音波検査のみです。というのもですね、食べ物がたくさんあると消化器臓器の形状が変化してしまうんです。特に胆嚢ですね。胆嚢は脂質を摂取すると収縮します。収縮することによって胆汁を分泌するんです。そして胆汁は脂質を消化しやすい状態にします。これを乳化と言います。せっかくなので覚えておきましょう。つまり食後数時間以内では胆嚢が収縮するので本来の形ではない所見が得られてしまうんです。ということで検査結果に影響してしまいます。なので検査の約6時間ぐらい前から絶飲食します。ただ何時間前かはちょっと文献とか病院のホームページによってばらつきがあります。なので検査前に絶飲食する、これを覚えておいてください。そして他の超音波検査は消化器ではないです。なので原則として絶食は不要です。飲水も OK です。続いては脳血管造影です。脳血管造影、これは血管に造影剤を注入して脳血管を X 線撮影する検査です。脳血管造影では脳血管に異常がないかを見ます。具体的にはくも膜下出血の出血源とか脳梗塞時の閉塞部位の発見に有用です。それでは血管にどうやって造影剤を注入するのでしょうか。それはですね、動脈を穿刺して動脈からカテーテルを入れるんです。そしてカテーテルが脳血管に到達したら造影剤を注入するんです。主なカテーテル穿刺部位としましては大腿動脈、頭骨動脈、そして上腕動脈です。中でも頭骨動脈が多いです。穿刺中や穿刺後には末梢への血流低下の危険があります。なぜなのか詳しく見ていきましょう。カテーテル留置中は血流が低下しやすいです。カテーテルがあることによって道が狭くなるからです。さらに穿刺によって血腫形成の危険があります。血腫が形成されたらそこの部分の血流が悪くなりますね。ということで穿刺中や穿刺後は必ず末梢の動脈を触知します。
側肺動脈とか頭骨動脈とかですね。そして造影剤の副作用に嘔吐があります。もし嘔吐を起こしてしまったら嘔吐物による誤嚥や窒息の危険があります。ということで検査前4時間から6時間ほどは絶飲食します。なぜかというと食後3時間ほどで食べ物は胃を通過するからです。続いては心血管造影です。心血管造影というのは心臓カテーテル検査の一つです。カテーテルを入れる心臓の検査の総称を心臓カテーテル検査と言います。そしてその中の一つが心血管造影です。今度は冠動脈に造影剤を注入します。そして X 線撮影をするんです。冠動脈に異常がないかを見る検査です。ということでどういった疾患の診断に有用だと思いますか？正解は狭心症とか心筋梗塞ですね。狭心症は冠動脈が狭くなっている状態、心筋梗塞は冠動脈が閉塞する状態です。そして先ほどの脳血管造影と一緒で戦死中や戦死後は必ず末梢の動脈を触知します。そして造影剤を使うということは副作用に嘔吐があるわけですね。ということで検査の4時間から6時間ほど前は絶飲食とするんです。最後は気管支鏡検査です。気管支鏡検査、これは口や鼻から内視鏡を挿入して気道の中を観察する検査です。行外を取ってもらいます。そして内視鏡を挿入する際は息を吸ってもらいます。もし息を止めてしまうと声帯が閉じてしまって気管支鏡が通らなくなるからです。検査中の問題点4つあります。話せないこと、挿入時が痛いこと、嘔吐の危険があること、そして気道損傷の危険があることです。まず気管支鏡挿入中は声が出せません。なので苦しい時は手を挙げるなどといった事前に合図を一緒に決めておきます。また気管支鏡挿入時は痛い場合があります。ということで痛みを和らげるために麻酔の吸入もしくは噴霧を行います。検査後2時間ぐらいは麻酔が効いているのでその時にご飯を食べると誤嚥の危険があります。ということで検査後2時間ぐらいは絶飲食とします。続いて気管支鏡の挿入で嘔吐誘発の恐れがあります。そこから先は先ほどの造影剤の検査と一緒です。嘔吐物による誤嚥窒息の危険があるんです。ということで検査前4時間ほどは絶飲食とします。ただこれは文献や先生によって多少前後します。ただですね、食後3時間ほどで食べ物は胃を通過するっていうのさえ押さえておけばあとは細かい時間は多分問われないです。そして最後の問題点、咳などで気道損傷の危険があります。すると出血してしまいますね。なので検査中は咳を我慢してもらいます。そして検査後の気胸や出血の有無に気をつけます。もし出血してしまったら血が止まらないっていうことを避けるためにも抗凝固薬の内服の有無を確認します。そして咳を起こしにくくするためにも検査前に鎮静薬を投与することがあります。いろいろやりましたが結局はここを押さえてください。絶食する理由は大きく2つです。まず1つ目、食べ物があると検査に影響が出る。そしてもう1つ、嘔吐による誤嚥や窒息の危険があるってことですね。なので消化器に食べ物がある、もしくは嘔吐による誤嚥や窒息の危険がある、ここの理解さえしておけばこの検査って絶食いるんやったっけなっていうのが分かってきます。それでは国試問題行く前に復習しておきましょう。12時間絶飲食しないといけない検査はどれだったでしょうか？複数回答です。そして皆さん、先にネタバレします。意地悪な問題です。
それでは正解の発表です。正解は上部消化管造影検査と上部消化管内視鏡検査でした。まず腹部超音波検査、これは臓器が変形しなければいいので6時間で済みます。そして下部消化管内視鏡検査、これは確かに12時間絶食は必要なんですけども、飲水は OK なんです。むしろ腸管洗浄薬を飲むので飲水はしてもらわないといけません。すみません、ちょっと意地悪しちゃいました。続いてはこちらの問題です。検査中と検査後に末梢動脈を触知する検査はどれでしょうか。複数回答です。それでは正解の発表です。正解は心血管造影、脳血管造影でした。カテーテルを血管に挿入する検査では末梢への血流が減少します。なのでこの2つが正解です。他の2つは血流には影響ないので末梢動脈の触知は必須ではないです。続いては記述タイプの問題です。胃カメラで前立腺肥大症の既往を確認するのはなぜでしょうか。よかったらコメント欄に書いてみてください。それでは回答の一例をお伝えします。あくまで回答の一例です。それがこちらです。内視鏡で観察している際に胃などが動いて傷つけてしまう恐れがあります。なので抗コリン薬を投与します。抗コリン薬は副交感神経の伝達物質であるアセチルコリンを抑制することで交感神経を優位にします。よって消化管運動を抑制します。交感神経が優位になると排尿しにくくなります。前立腺肥大症では排尿困難が起こるので抗コリン薬投与で悪化してしまいます。それではこの後国家試験問題です。覚えたことを思い出すことによってより知識は定着します。緑内障患者への投与が禁忌なのはどれか。1コデイン、2アスピリン、3アトロピン、4フェニトイン。それでは答えの発表です。答えは3番アトロピンでした。アトロピンは抗コリン薬です。相対的に交感神経を優位にします。交感神経が優位になると眼圧が上昇します。緑内障では眼圧上昇によって視神経が萎縮します。なので投与は禁忌です。アスピリンは血小板凝集を抑える抗血栓薬です。フェニトインは抗転換薬、コデインは弱い麻薬性の鎮外薬です。ですがあんまり国家試験出ないです。胆汁の作用はどれか。1殺菌、2脂肪の乳化、3タンパク質の分解、4炭水化物の分解。それでは答えの発表です。答えは2番脂肪の乳化でした。脂肪を分解しやすい状態にします。そしてpH 1から2の胃酸などが殺菌を行います。タンパク質の分解は胃液のペプシンなどが行います。炭水化物の分解は水液に含まれるアミラーゼなどが行います。神経伝達物質はどれか。1アルブミン、2フィブリン、3アセチルコリン、4エリスロポイチン。それでは答えの発表です。答えは3番アセチルコリンでした。運動神経と副交感神経の伝達物質です。アルブミンは肝臓で産生されるタンパク質の一種です。フィブリンは血液凝固に関わります。エリスロポイチンは腎臓から分泌される造血ホルモンです。緑内障で禁忌なのはどれか。1アトロピン、2インスリン、3フロセミド、4ジゴキシン。それでは答えの発表です。答えは1番アトロピンでした。アトロピンというのは抗コリン薬のことです。相対的に交感神経優位にします。しかし交感神経を優位にしてしまうと賛同してしまって眼圧が上昇してしまいます。緑内障では眼圧が上昇することによって視神経が萎縮します。なのでアトロピンは禁忌です。インスリンは血糖値を低下させます。フロセミドは利尿薬です。副作用に低カリウム血症があります。
自己起心は心収縮力を強めます。副作用に不整脈があります。副交感神経系の作用はどれか。2つ。 1. 瞳孔の収縮。 2. 発汗の促進。 3. 気管支の拡張。 4. 唾液分泌の更新。 5. 消化管運動の抑制。それでは答えの発表です。答えは1番、瞳孔の収縮。4番、唾液分泌の更新でした。これらは副交感神経の作用です。そして発汗の促進、気管支の拡張、消化管運動の抑制、これらは交感神経の作用です。気管支鏡検査を受ける成人患者への援助で正しいのはどれか。 1. 検査の予約の際に抗凝固薬の内服の有無を確認する。 2. 検査の1時間前から飲食しないように指導する。 3. 検査中の咳は我慢しなくてよいと指導する。 4. 検査後は排気腫の症状に注意する。それでは答えの発表です。答えは1番、検査の予約の際に抗凝固薬の内服の有無を確認するでした。気管支鏡検査では組織を採取することも多いです。その際に出血する恐れがあります。もし抗血小板薬とか抗凝固薬を内服している場合は出血が止まらなくなってしまいます。なので前もって内服を中止するように処方している医師と相談します。そして検査の4時間前から飲食しないように指導します。ただこれ文献によって違うので、僕は日本呼吸器学会の文献を参考にしています。検査中の咳はできるだけ我慢してもらいます。咳をすると気道を損傷してしまう危険があるからです。検査後の合併症に気胸とか出血などがあります。抗コリン薬の投与が禁忌の疾患はどれか。2つ。 1. 回線。 2. 緑内障。 3. 大腿骨骨折。 4. 前立腺肥大症。 5. 前頭側頭型認知症。それでは答えの発表です。答えは2番、緑内障。4番、前立腺肥大症でした。抗コリン薬というのは副交感神経の伝達物質であるアセチルコリンを阻害します。よって副交感神経が抑制されるので交感神経が優位になります。緑内障は交感神経が優位になると眼圧上昇によって悪化してしまいます。なので禁忌です。また交感神経優位になると排尿障害が起こります。前立腺肥大症では排尿障害が起こっているので禁忌となります。便秘の原因として考えられるのはどれか。 1. 慢性膵炎。 2. 抗コリン薬。 3. アルコール。 4. 甲状腺機能亢進症。それでは答えの発表です。答えは2番、抗コリン薬でした。抗コリン薬は副交感神経の伝達物質であるアセチルコリンを阻害します。相対的に交感神経優位にします。交感神経が優位になると消化管運動が抑制されます。よって便秘が起こります。慢性膵炎、脂肪が多い食事では下痢になります。アルコールは胃粘膜を障害するので下痢を起こします。甲状腺機能亢進症では腸蠕動が亢進します。よって下痢を起こします。眼球に入る光の量を調節するのはどれか。 1. 角膜。 2. 虹彩。 3. 瞳孔。 4. 水晶体。 5. 毛様体。それでは答えの発表です。答えは2番、虹彩でした。虹彩の場所は図のこの部分です。これが長くなることによって目の中に入る光の量が少なくなります。逆に短くなることで目に入る光の量が増えます。三動薬を用いて眼底検査を受ける成人患者への対応で適切なのはどれか。 1. 検査中は室内を明るくする。 2. 三動薬の点眼は検査直前に行う。 3. 検査前に緑内障の有無を確認する。 4. 検査後1時間で自動車の運転が可能になると説明する。それでは答えの発表です。
答えは3番、検査前に緑内障の有無を確認するでした。緑内障というのは眼圧上昇によって視神経が圧迫されて視力が低下していく疾患です。酸導薬を点眼すると眼圧が上昇してしまいます。なので検査前に緑内障の有無を確認します。酸導すると目に入る光の量が増えます。よって眩しくなります。検査中は室内を暗くします。また酸導効果は6時間続きます。なので酸導中は眩しく見えることから運転は危険です。検査前に点眼をするんですけども、検査直前はさすがに遅いです。気管支鏡検査で正しいのはどれか。1、検査前、禁食の必要はない。2、体位は左側外にする。3、挿入時に息を止めるよう指示する。4、苦痛時の合図を決めておく。それでは答えの発表です。答えは、4番、苦痛時の合図を決めておくでした。気管支鏡の挿入中は患者は声を出すことができません。なので手を挙げるなど苦痛時の合図をあらかじめ決めておく必要があります。検査4時間ほど前から絶飲食とします。というのも検査前にご飯を食べてしまうと検査中に嘔吐反射を誘発して嘔吐物が誤嚥とか窒息を起こしてしまう危険があるからです。体位は行外です。挿入時は息を吸ってもらいます。もし息を止めてしまうと声帯が閉じてしまって気管支鏡が通れなくなります。65歳の男性の A さんは上部消化管の内視鏡検査を受ける際抗コリン薬を投与された。看護師が A さんに行う説明で適切なのはどれか。1、検査直後から自動車を運転して帰宅できる。2、検査終了後の半日は飲食を禁止する。3、排尿困難を生じる可能性がある。4、腹痛が強くても下血がなければ様子を見る。それでは答えの発表です。答えは3番、排尿困難を生じる可能性があるでした。抗コリン薬を投与されたとあるんですけども、抗コリン薬とは何か。これは副交感神経の伝達物質であるアセチルコリンを阻害する薬です。よって交感神経を優位にします。交感神経が優位になると排尿困難を生じます。他にも酸導を起こします。酸導によって目に入る光が増えます。よって眩しくなるんです。これを臭明と言います。眩しくなっちゃうので自動車の運転は危険です。他にも抗コリン薬以外に内視鏡検査の前には喉に麻酔をします。麻酔の効果が切れるのはだいたい検査後1時間です。なので検査後1時間ほどは飲食を禁止します。半日の必要はないです。検査後に腹痛がある場合、穿孔、つまり穴が開いてしまった危険があります。なので必ず医師に報告します。成人に行う頭部 MRI 検査で正しいのはどれか。1、増えを伴わない場合は検査直前まで飲食してよい。2、使い捨てカイロは装着したままでよい。3、検査中は手足を自由に動かしてよい。4、補聴器は装着したままでよい。それでは答えの発表です。答えは1番、増えを伴わない場合は検査直前まで飲食してよいでした。そして使い捨て回路は装着してはいけません。というのも MRI 検査は磁気を使う検査です。金属類は持ち込んではいけないんです。補聴器も同様です。画像に影響が出るので手足を自由に動かしてはいけません。気管支鏡検査で正しいのはどれか。1、検査の1時間前まで飲食できる。2、検査中会話はできる。3、検査中義肢は装着したままでよい。4、検査後2時間は絶飲食とする。それでは答えの発表です。答えは4番、検査後2時間は絶飲食とするでした。検査前に咽頭部に局所麻酔薬を噴射します。そしてその麻酔は検査後も効いています。ということで検査後2時間は絶飲食とします。
オート反射誘発による誤嚥とか窒息予防のためにも、検査4時間前までは絶飲食とします。検査中は会話できません。なので、手を挙げるなど苦しい時の合図を事前に決めておきます。検査中、義肢は外しておきます。画像問題です。検査で得られた画像を別に示す。この検査はどれか。1、MRI。2、血管造影。3、ヘリカル CT。4、シンチグラフィー。それでは答えの発表です。答えは2番、血管造影でした。造影剤の流れによって血管が詳細に映ります。上部消化管内視鏡検査について適切なのはどれか。 1. 2時間前から絶飲食とする。 2. 前頭薬には筋弛緩薬を用いる。 3. 体位は左側外とする。 4. 終了直後から飲食は可能である。それでは答えの発表です。答えは3番、体位は左側外とするでした。上部消化管内視鏡検査、これは胃カメラのことです。胃に食べ物が残っていたら胃の内部を内視鏡で見ることはできません。ということで、12時間前から絶飲食とします。そして、検査を受ける前に喉を通る時の痛みを軽減するために咽頭麻酔薬を使います。その咽頭麻酔薬は検査が終わってもしばらく効いています。なので検査後1時間は絶飲食とします。成人の腸骨の骨髄腺腫で適切なのはどれか。1、腺腫前6時間は絶食とする。2、腺腫は行外で行う。3、腺腫時は深呼吸を促す。4、腺腫後腺腫部位は圧迫止血する。それでは答えの発表です。答えは4番、戦死後、戦死部位は圧迫止血するでした。ガーゼを当てて止血します。戦死部位は腸骨の後ろら辺です。抗腸骨梁と言います。そこを刺すので、腹蓋を取ってもらいます。腸骨は呼吸で動くことはないので、深呼吸を促す必要はないです。そして、この処置は消化器の処置とか、嘔吐を起こしやすい処置ではないので、絶食の必要はないです。大腸内視鏡検査で正しいのはどれか。1、検査2日前から食物残渣の少ない食事を摂取する。2、検査前日の夕食後から絶飲食とする。3、検査当日に経口腸管洗浄薬を服用する。4、検査直前に肛門周囲の局所麻酔をする。それでは答えの発表です。答えは3番、検査当日に経口腸管洗浄薬を服用するでした。これによって便を洗い流します。そして検査前日から食物残渣の少ない食事を摂取します。検査前日の夕食後から絶食だけします。飲水は可能です。そして検査直前に肛門周囲の表面麻酔を塗ります。局所麻酔ではないです。上部消化管内視鏡検査を行う高齢者の観察で優先順位の低いのはどれか。1、頭痛、眼痛。2、排尿障害。3、低血糖。4、便秘。それでは答えの発表です。答えは3番、低血糖となっていたんですけども、あながち優先順位低いこともないです。一応、回答をお伝えします。内視鏡検査、もっと言うなら上部消化管内視鏡検査を受けるときにはですね、抗コリン薬を投与します。そして抗コリン薬というのは交感神経を優位にする薬です。その結果、頭痛や眼痛、排尿障害、便秘を起こします。そして血糖値も交感神経優位になったら高血糖となります。ですが、上部消化管内視鏡検査を受けるためには12時間絶飲食となっています。なので、低血糖もそこまで優先順位が低いわけではありません。なので、一応、この問題での正解は低血糖となっているんですけども、実際にこの考え方をしっかり皆さん理解しておいてください。
冠状動脈造影検査で全身に最も多く用いるのはどれか。1、早頸動脈。2、頭骨動脈。3、尺骨動脈。4、鎖骨下動脈。それでは答えの発表です。答えは、2番、頭骨動脈でした。他には大腿動脈とか上腕動脈も全身に用いられます。気管支鏡検査で正しいのはどれか。1、検査の4時間前まで飲水は可能である。2、咽喉頭麻酔は上部消化管内視鏡と同様に行う。3、前頭薬として鎮外薬を投与する。4、検査中に問題がなければ合併症の発症はない。それでは答えの発表です。答えは、1番、検査の4時間前まで飲水は可能である、でした。ちょっとこれ言い方、いやらしいですね。検査4時間前から絶飲食ってことなんです。いやらしい言い方ですね。そして、咽喉頭麻酔薬、気管支鏡検査では、麻酔薬の吸入噴霧を行います。それに対して、上部消化管内視鏡検査、つまり胃カメラです。これは、麻酔薬の氷を口に含んでもらって飲み込まずに口の中で溶かしてもらうんです。なので方法違いますね。そして検査中咳をしてはいけないんですけども、前頭薬に鎮外薬を投与することはないんですね。鎮静薬であれば投与する場合があります。鎮静薬っていうのは軽くうたた寝状態にすることです。そして検査中に問題がなければ合併症の発症はないっていうのは間違いです。合併症の危険もあります。具体的には気道の出血、気胸、呼吸困難とかです。翌朝9時から上部消化管内視鏡検査が予定されている外来患者への説明で正しいのはどれか。1、明日は1泊入院となります。2、明日の朝肝腸を行います。3、検査後は肝下剤を服用してもらいます。4、本日夜9時以降は飲食はできません。それでは答えの発表です。答えは、4番、本日夜9時以降は飲食はできませんでした。検査に影響が出るので、検査12時間前から絶飲食とします。そして、上部消化管内視鏡も下部消化管内視鏡も基本的には日帰りで可能です。そして、明日の朝、肝腸を行いますっていうのは、下部消化管内視鏡検査に関係しています。もし腸管洗浄薬を飲んでいても便が出しきれない時に行う場合があるんです。そして検査後は肝下剤を服用してもらいますっていうのは上部消化管造影検査での説明です。造影剤を排泄するために肝下剤を服用してもらいます。心臓カテーテル検査時の看護で適切なのはどれか。1、検査日は終日絶飲食にする。2、検査後は終日絶対安静とする。3、先進部が主張してもそのまま様子を見る。4、麻痺などが出現しないか時々確認する。5、検査前後は水分摂取を控える。それでは答えの発表です。答えは、4番、麻痺などが出現しないか時々確認する、でした。カテーテル挿入のために戦死したとき、神経を戦死していたら神経障害を起こします。なので、痺れとか麻痺の観察が必要です。そして、検査前数時間は絶飲食とします。検査後は戦死部位にもよるんですけども、上肢の場合、安静画像は不要です。そして、戦死部が主張したら内出血の危険が考えられます。なので、医師に報告します。検査後は水分摂取すぐできます。心臓カテーテル検査を受ける患者への説明内容で適切なのはどれか。1、カテーテルは鎖頸動脈から挿入される。2、造影剤注入中の不整脈は心配ない。3、一度止血しても出血の危険性がある。4、検査後翌朝まで飲食を禁止する。それでは答えの発表です。答えは、3番、
一度止血しても出血の危険性があるでした。そしてカテーテルは頭骨動脈とか上腕動脈とか大腿動脈などから挿入されます。造影剤注入によって不整脈の危険があります。他にも嘔吐の危険があります。検査後合併症がなければ当日から飲食が可能です。臓器と超音波検査の前処置との組み合わせで正しいのはどれか。1、心臓、運動負荷。2、胆のう、絶食。3、子宮、管下剤内服。4、膀胱、排尿。それでは答えの発表です。答えは、2番、胆のう、絶食でした。食事をしていると、脂質の消化のために胆のうが収縮して胆汁を分泌します。それによって脂質の乳化を行います。胆のうが収縮するので形が変わってしまいます。そうならないためにも絶食してもらいます。そして管下剤内服、消化管ではないので不要です。子宮の超音波検査には不要です。そして排尿っていうのは大概の検査では事前にしてもらうんですけども、膀胱の超音波検査では珍しく排尿はしないんですね。膀胱に尿が溜まっていることで膀胱の形などが見やすくなるからです。画像問題です。血管造影写真を別に示す。造影部位で正しいのはどれか。1、脳動脈。2、冠動脈。3、肺動脈。4、冠動脈。5、腎動脈。それでは答えの発表です。答えは2番、冠動脈でした。冠と書いて冠動脈の方ですね。これは心臓の栄養血管です。脳血管造影を行う患者の看護について最も適切なのはどれか。1、前日に側頭部の堤防を行う。2、検査30分前まで食事摂取が可能である。3、検査中は患者に話しかけない。4、腺支部の末梢側の動脈の拍動を確認する。それでは答えの発表です。答えは、4番、腺支部の末梢側の動脈の拍動を確認するでした。末梢循環障害を発見するために重要です。そして、腺支部位である上腕とか鼠径部を清潔のために堤防することはあります。ですが、側頭部は腺支しないので堤防もしないです。造影剤で嘔吐を起こしてしまうことがあるので、嘔吐してしまったら窒息などを起こしてしまいます。なので、嘔吐を起こさないために4時間ほど前から絶飲食とします。検査中に何が起こるかわからないので、絶えず患者の状態を観察して声をかけるようにします。乳房超音波検査を受ける女性患者への説明で正しいのはどれか。1、検査当日は起床時から飲食をしないでください。2、乳房器具で挟んで検査します。3、月経中は検査ができません。4、仰向けで検査を行います。それでは答えの発表です。答えは、4番、仰向けで検査を行います、でした。そして、腹部超音波検査であれば、絶飲食するんですけども、それ以外の超音波検査では、絶飲食しないです。なので、乳房超音波検査でも、絶飲食はしないです。乳房器具で挟んで検査するのは、マンモグラフィーです。大腸内視鏡検査について、正しいのはどれか。2つ。1、検査前日の朝から絶食とする。2、腸管洗浄液は6時間かけて内服する。3、迷走神経反射によって血圧が低下する可能性がある。4、検査後に嚥下障害を生じる可能性がある。5、検査後に下血の有無を観察する。それでは答えの発表です。答えは、3番、迷走神経反射によって血圧が低下する可能性がある。5番、検査後に下血の有無を観察するでした。迷走神経は内臓器官のほとんどを支配しています。なので、
血圧低下の危険があります。検査前日の夕食後から絶食とします。腸管洗浄液は2リットルを 2,3 時間かけて内服します。そして検査後に嚥下障害を生じる可能性があるというのはですね、上部消化管内視鏡検査の注意点です。つまり胃カメラの注意点です。というのも胃カメラでは咽頭麻酔薬を塗布するんです。すると咽頭がしばらくの間麻痺するので嚥下障害を生じる可能性があるんですね。 A さん、80歳男性は空腹時の胃の痛みが2週間続くため受診し、1週後に胃内視鏡検査を受けることになった。検査を受ける A さんへの看護で適切なのはどれか。 1. 検査前日の夜に下剤を服用することを伝える。 2. 検査前に前立腺肥大症の起用の有無を確認する。 3. 検査中は行外の姿勢を保持する。 4. 検査後はすぐに食事ができることを説明する。それでは答えの発表です。答えは2番、検査前に前立腺肥大症の起用の有無を確認するでした。胃内視鏡検査、つまり胃カメラでは、消化管運動が起こらないように抗コリン薬を投与することがあります。ただ、抗コリン薬は前立腺肥大症には禁忌です。なので、前立腺肥大症の起用の有無を確認します。そして、検査前日に便を出す必要はないです。検査中は左側外です。喉に麻酔がかかっているので、すぐに食事をとると誤嚥の危険があります。なので、すぐに食事はできないです。脊髄造影について正しいのはどれか。1. 検査前の食事制限はない。2. 造影剤を硬膜外腔に注入する。3. 検査中の痙攣発作に注意する。4. 検査後は水平行外で安静を保つ。それでは答えの発表です。答えは3番、検査中の痙攣発作に注意するでした。造影剤の副作用です。そして造影剤にはもう一つ副作用として嘔吐があります。そして胃に食べ物があると嘔吐によって誤嚥や窒息の危険があります。ということで検査前数時間は食事制限します。造影剤はくも膜下腔に注入します。検査後は頭部を挙上した状態で安静にします。水平行外を取ると造影剤が急激に頭蓋内に移動します。すると頭痛や悪心、嘔吐、痙攣発作の原因となります。上部消化管造影検査を受ける患者への説明で適切なのはどれか。 1. 検査前24時間は絶飲食である。 2. 発泡剤は検査1時間前に内服する。 3. 検査後は歓迎薬を使用する。 4. 検査後の白色便は異常である。それでは答えの発表です。答えは3番、検査後は歓迎薬を使用するでした。上部消化管造影検査では造影剤を一旦飲んでもらいます。そして消化管で造影剤の様子を見て胃の形をレントゲン撮影します。ただし造影剤、つまりバリウムですね、それをずっと消化管に残しておくとあんまりよろしくないので歓迎薬で排泄します。その時便の色は白色になります。なのでこれは異常ではないです。もし食べ物が胃に残っていた場合、検査しても十分な所見を見ることができないので検査の12時間前から絶飲食とします。発泡剤、これは胃を膨らませる薬です。検査直前に内服します。上部消化管造影検査を受ける患者への説明で適切なのはどれか。 1. 検査前24時間は絶飲食である。 2. 発泡剤による嗌気は我慢しない。 3. 検査後は下剤を服用する。 4. 検査後の白色の排便は異常である。それでは答えの発表です。答えは3番、検査後は下剤を服用するでした。上部消化管造影検査というのは、造影剤、つまりバリウムですね。それを飲んでもらって、その後レントゲン撮影をします。すると、造影剤の後で胃の形がわかります。胃に異常があれば、胃の形で何らかの疾患が疑われます。
その時に発泡剤によって胃を膨らませます。そして検査後はバリウムを排泄するため下剤を服用してもらいます。その時便にバリウムが混ざって白っぽくなります。なので白っぽい便は異常ではないです。検査の時に胃の中に食べ物があったらちゃんとした所見が得られませんということで、検査の12時間前から絶飲食とします。嗳気というのはゲップなんですけども、ゲップしてしまうと膨らんだ消化管が見れなくなります。なのでゲップは我慢してもらいます。脳血管造影を行う患者の看護について適切なのはどれか。 1. 前日に頭部の堤毛を行う。 2. 検査中は患者に話しかけない。 3. 腺腫部末梢側の動脈の拍動を確認する。 4. 検査30分前まで食事摂取が可能である。それでは答えの発表です。答えは3番、腺腫部末梢側の動脈の拍動を確認するでした。末梢循環障害を発見するために重要です。腺腫部位である上腕や鼠径部の清潔のために堤毛、つまり剃ることはあります。ですが、頭部は腺腫しないです。なので堤毛もしないです。検査中に何が起こるかわからないので、絶えず患者の状態を観察して声をかけるようにします。脳血管造影では造影剤を注入します。造影剤によって嘔吐を起こしてしまうことがあります。嘔吐物で誤嚥とか窒息などの危険があるので4時間ほど前から絶飲食とします。午前9時に頸静脈性腎盂造影を受ける予定の患者が検査直前に以下のように話した。検査を延期すべきなのはどれか。1今朝8時に朝食を食べた。2. 2日前に造影 CT を受けた。 3. 最終月経開始から10日目である。 4. 昨夜腹痛のため鎮痛薬を服用した。それでは答えの発表です。答えは1番、今朝8時に朝食を食べたでした。造影剤の副作用に嘔吐があります。胃に食べ物があると嘔吐で誤嚥窒息の危険があります。絶食とか結構難しいと思うんですけども、造影剤を使う検査では数時間前から絶食やと思ってください。嘔吐による副作用があるからですね。造影 CT の際に最も注意が必要なのはどれか。 1. 閉所に対する恐怖がある患者。 2. 気管支喘息の既往がある患者。 3.ペースメーカーを装着している患者。4. 気泡に上部消化管造影検査後の腹痛がある患者。それでは答えの発表です。答えは2番、気管支喘息の気泡がある患者でした。気管支喘息患者は造影剤による重篤な副作用の発現率が高いです。そしてペースメーカーを装着している患者は MRI で禁忌です。MRI は磁気を使うからです。そして、上部消化管造影検査後の腹痛がある患者。この検査後の腹痛というのはですね、経口投与した造影剤が考えられます。ただ、造影 CT の場合は、造影剤を血管に投与します。なので、注意する必要性は低いです。画像問題です。検査の画像を別に示す。狭心症の手術に最も重要な検査はどれか。それでは答えの発表です。答えは C でした。これは心血管造影の中の冠動脈造影です。そして冠動脈狭窄で起こる狭心症の診断にはこの心血管造影が有用です。 A は MRI 検査です。磁気を使って検査します。 B は胸部 X 線撮影です。そして D は滅多に出ないと思いますが心筋シンチグラフィーというマイナーな検査です。そして E は CT 検査です。
55歳の男性、営業職。10年前に定期健康診断で高血圧症と脂質異常症、高脂血症等を指摘され、薬物治療を続けていた。2年前から階段昇降時に胸部圧迫感を感じていた。今朝、駅の階段を上ったところ、胸痛と息苦しさとが出現し、労作性狭心症の疑いで入院した。身長170センチ、体重84キロ、脈拍数84回、正、血圧162/80。入院後の12誘導心電図は正常である。血清クレアチンキナーゼ、CK、AST、GOT の上昇は見られない。翌日の午前中に、冠状動脈造影を行うことになった。事前の説明で適切なのはどれか。1、検査は全身麻酔で行われる。2、造影で息苦しさが改善される。3、検査後、全身部の圧迫止血が行われる。4、造影用カテーテルは24時間留置される。それでは答えの発表です。答えは、3番、検査後、全身部の圧迫止血が行われるでした。冠状動脈造影は、動脈の穿刺です。なので、より圧迫止血が重要となってきます。動脈は勢いが強いからですね。そして、検査は局所麻酔です。冠状動脈造影は検査であって治療ではないです。なので、息苦しさが改善されることはないです。造影用カテーテルは、検査が終わった後、速やかに抜去されます。A さん、52歳男性は、5年前に C 型肝炎、肝硬変と診断され、1回の入院歴がある。退院後、医療機関への受診を中断し、3年が経過している。毎日、ウイスキーを約 300ml 飲んでいる。夕食の2時間後に約 1100ml の吐血があり、緊急入院となった。身体所見、体温 35.4 度、呼吸数26回、脈拍122回、血圧86/42、顔面は蒼白、冷や汗を認める。意識は清明だが不安げな表情をしている。検査所見、赤血球278万、ヘモグロビン 8.4、 総ビリルビン 4.1、 アンモニア188、カリウム 3.9、 血糖102。入院時の A さんの状態として考えられるのはどれか。1、急性アルコール中毒。2、食道静脈瘤破裂。3、迷走神経反射。4、低血糖発作。それでは答えの発表です。答えは、2番、食道静脈瘤破裂でした。肝硬変とか C 型肝炎っていう情報から、門脈圧更新の可能性があります。門脈圧が更新すると食道静脈瘤ができます。その食道静脈瘤が破裂するとすごい出血を起こします。それによって約 1100ml の吐血があったと考えられます。この吐血によってショックを起こしている可能性があります。なので顔面蒼白とか冷や汗はショック症状です。急性アルコール中毒は意識障害を起こします。今のところ意識は清明です。ただ、症状とか所見からすると食道静脈瘤破裂の方が考えられます。入院から4日が経過し、A さんは医師から C 型肝炎、肝硬変の患者は肝細胞がんを発症することがあると説明を受けた。A さんはスクリーニングの目的で肝臓から骨盤内臓器までの範囲で腹部超音波検査を受けることになった。検査前日に看護師が行う説明で正しいのはどれか。1、検査直前に排尿を済ませてください。2、おならは検査が終わるまで我慢してください。3、造影剤のアレルギーがあれば教えてください。4、検査当日は起床時から飲食物を摂取しないでください。それでは答えの発表です。答えは、4番、検査当日は起床時から飲食物を摂取しないでくださいでした。腹部の中を見るので食べ物があると見にくいです。ということで、起床時は飲食物は摂取しません。そして、検査直前に排尿を済ませる必要はないです。
なぜなら泌尿器の検査ではないからです。そしておならは超音波を通しにくいです。なのでおならはしてもらった方がいいです。超音波検査なので造影剤は使わないです。 A さん、62歳の男性、印刷工場で長年働いている。最近肉眼的血尿が出現し泌尿器科を受診した。診察の結果入院し精密検査を受けることになった。硬膜外麻酔下で膀胱鏡による膀胱組織の生検が予定された。最も確認する必要があるのはどれか。 1. 検査前の絶飲食。 2. 検査中の下肢のしびれ。 3. 検査直後の眠気。 4. 検査直後の血尿の増強。それでは答えの発表です。答えは4番、検査直後の血尿の増強でした。生検によって細胞をつまみます。なので検査後は血尿が生じやすいです。全身麻酔ではないので絶飲食は不要です。そして仙骨硬膜外麻酔では効果が持続している数時間は下肢のしびれとか筋力低下などが見られます。これは通常見られます。 A さん、47歳女性、会社員は夫54歳と2人暮らし。6ヶ月前から月経不順になり、閉経前の症状と思い様子を見ていた。しかし、徐々に普段の月経時の出血量よりも多くなり、下腹部痛が出現してきたため、病院の婦人科外来を受診した。診察後、経実超音波検査の指示が出され、看護師は A さんに検査について説明することになった。A さんへの経実超音波検査の説明で正しいのはどれか。1. 検査が終了するまで絶飲食にする。 2. 検査前に排尿するよう促す。 3. 検査は即外で行う。 4. 検査後1時間は安静にする。それでは答えの発表です。答えは2番、検査前に排尿するよう促すでした。膀胱に尿があると膀胱の後ろにある膣の様子などを見たいので映像の妨げになります。なので検査前に排尿するよう促します。膣の検査なので消化管は関係ないです。なので絶飲食は不要です。こういった骨盤臓器を見るときはだいたい採石が多いです。そして検査後の安静は不要です。基本的に超音波検査は検査が終わった後安静することはあんまりないです。45歳の女性、2ヶ月前から外装と核炭とが出現した。最近倦怠感も強くなったため受診した。胸部 X 線写真で左肺上葉に異常陰影を認め、精査と治療等を目的に入院した。経気管支肺生検 TBLB が予定された。肺生検前の説明で適切なのはどれか。1. 検査前日の夜9時以降は飲水できません。 2. 気管支鏡を入れるときは息を止めてください。 3. 苦しいときは手を挙げて合図してください。 4. 検査後には積極的に咳をして痰を出してください。それでは答えの発表です。答えは3番、苦しいときは手を挙げて合図してくださいでした。気管支鏡を挿入していると声を出すことができません。なので苦しい時の合図を決めておきます。そして気管支鏡挿入の際に嘔吐反射を誘発する恐れがあります。嘔吐物の誤嚥や窒息を防ぐためにも検査4時間前から絶飲食とします。気管支鏡を挿入するときは息を吸ってもらいます。もし息を止めてしまうと声帯が閉じてしまって気管支鏡が通れないからです。検査後は咽頭部に麻酔が残っています。なので積極的に痰を出すのは難しいです。ということで本日の動画は以上となります。動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、友達や後輩の紹介お願いします。 X、旧 Twitter や Instagram では毎日国試問題を出題しております。概要欄からフォローの方お願いします。検査苦手な方結構いらっしゃると思います。今後も検査に関する動画をちょいちょいアップしていこうと思いますので、ぜひご覧ください。それでは今日も見ていただきありがとうございました。